いや、申し訳ないと思わんでいいんですって、もう。ああ、何回も言わして。そうですよ、そんなもんね。そんなん、じゃあもう引き止めるだけの魅力ある職場を作れと思ったったらいいですよ、もう。うん、わけのわからんかましをしてくるな。うんうん、そのかましをやめろと、まず。そうですよね、それやったら一目入ってきたその瞬間にこいつ何ヶ月後辞めるって分かるそうそうそう見破れと見破れとね、うんまあ、だからまあ辞めちゃって、うんはい、で腹式呼吸もそこでやっとできる感じ、はい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 、まあできてるんか分からんけど、でもそこはあれでしょ、 MC の MC ってそのブライダル系の学校でしょ、うん、そうですね、だから役には立ちました、あの発声とか、うん、あとちゃんとその時やってなかった、うん、なんかこうお色売りみたいなやつとかもちゃんとやるようになったから、うん、今でもやっぱり、うん、拙者親方と申すわそうそうはい、はい、でなんかむくむくとそういう、それで言いながら途中でまた具合悪なったりいろいろして、うん、何もできへんようになったりした時代があって10年経って、うんうんうん、やっぱりどうしたって完全に具合が良くならなかったんですよね。一時良くなったりして、うん、まあな波があるんですね。きっと波があり、うん、でお医者さん主治医が、うん、これいや こいつこれ芸人戻さな話にならへんのちゃうかみたいに判断しはって、はいはいはい、もう一回やったらどうやった R、 そうほんで、うん、R1 に挑戦したんですよ。急にいや足がかりないですやん。もうその頃やめてますっていうか、そのネタとかはどっかでやってたわけじゃないんでしょ。ないです。でもだってそんな場所もないですし、うん、やめてますからね。復帰戦が R1 の1回戦ってことですね。あ、そうそうですそうです。すげえ。2011年にそのもちろん復帰戦って言ってもそれまでにさっき言ったお笑い自体が怖かったんでテレビで見れなかったんですよ、はいはいはい、もうじゃあ10年ぐらいずっと見てなかったんですか。もう見れるって言うたら、うん、その唯一落語だけ見れるみたい。多分なんか着物で師匠とかの姿思い出してたかもしれない、うん、あ、なるほどなるほど。だから、うんうんうん、それをまずちょっと、うん、なんとかせなあかん言って認知行動療法で、うん、まずお笑いのテレビを何かしながら見るって言って、なんかちょっとずつこう上行くんですよ。で次はガン見する。でガン見できたら次劇場行ってみる。で私なんか行きましたもんその頃。その頃のファイブアップとかそういうとこですか、じゃなくて、あれ今あれは今ドン・キホーテの下ベース吉本ベース あれベース NGK はあまりにもお金高かったって。 NGK 高いですね高かったから、うん、これ外出てわかるわ思ってパタッカー思って昔はただで見れましたからね我々はね、芸人やってると、ね、そうそうなんです、うん、はい、そういうもうそういうちょっとずつちょっとずつお笑いに慣らすのを経て経て R1 に挑戦したんが2011年。まあ要は治療で、まあ、お医者さんからしたら治療、そのお笑いをやっぱり嫌いになっちゃったことがやっぱり病気ともつながりがあるからっていうことですね。ほんなら、まあ、嫌いいうか怖かった。ああなるほどなるほど。その場所を思い出すんかな知らんけど、うん、お笑い今でもたまにふってこうなることあるけど、それもしかして何やろ、滑るの怖いみたいな、うん、健常者的な気持ちなんかな知らんけど、うん、2011年あれですかね、さっくんが優勝した時かな。あ、そうです、そうですよね、そうですそうです。井戸のネタで優勝した、井戸のネタでね、覚えてます。あの優勝した直後に震災があったから、結構それでお笑いの仕事がわーってなくなったから、そうやったよ、覚えてるんですよ。なんか、うん、要はね、優勝の恩恵がないというか、これからテレビ出ていくっていう時にバラエティとかお笑いが全部仕事なくなっちゃったからっていうので覚えてますね。そんなことあったんや。そうですよ。私なんか井戸持ち歩かれへんからとか思ってたわ勝手に。はい、そうですよね。他のネタありますよね。一旦フラットになっちゃって、はい、でもその時準決勝まで行くんですよね。あ、そうですよ。そうです。ウィキペディア書いてたから、そうなんですよ。すごいです。いきなりの復帰戦で準決勝ってすごいですね。ありがたいですよね。その時は何ですか、一人コントみたいなのあるんですか。一人やから一人コントです。いやいや、別に。R1 ですよ。R1 や、言うてますやん。違う。漫談とかもあるし、振り、めくりとかもあるし、いろいろ。いろいろ。俺、そんなアホちゃいますよ、俺。そんな。R1 ですよ、うん。二人で漫才やったんですかとか言いませんから、そんな。私ほんまだから復帰戦10年ぶりにネタ考えるから、うんうんうん、フリップ芸みんな知ってはる思って、フリップを
に憧れて買ってはきたんですよ、一回紅葉で買ってみたんですけど、絵描かれへんっていうこと。字書いたらいいじゃないですか、うん、でも、うん、なんかでも言うたらええやんってなったんですよ、昭和の子やからそうですよ、うん、だってまあまあね、あのまあその時はたまたま運よく準決いけたも1回だけですし、でも行けた、うん、だから準決勝のあのこのなんか決勝に上がれる人、うん、NGK のその3階のロビーで待つみたいな、うん、はい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 、それだけテレビが、うん、でそれもなんかリハビリがてら行ってみたんですよ、フ、うん、はい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 、リーやったけど、はいはい、そしたらその横に座ってたんが佐久間さんで、やったーって言ってる、言ってる横で私がこう佐久間さんはーって見てるのだけちょっとテレビ映ってます。そうなんだ、はい、じゃあその時の VTR 探したら映ってるんですね。ほんまぼやっとした顔の私映ってましたね。あーいいですね。でそう言うてたようにその後どうしようかっていうのは考えてなかったんですけど、はい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 、それを見てくれてた人が準決まで行って戻ってきたんやったらなんか復帰ライブとかしたらよろしいやんって言って言うてくれはって、はいはいはい、まあその人はその時はすごい感謝してたんですけど、後にその人が、はい、あの、うん、金銭的にあの物理的な盗っ人っていうことが分かっていますいます、そういう人いますね何人か思い浮かぶわ、うん、そう、うん、ね、ほんま楽屋泥棒華やかなりし時代でしたもんね、私たちの。そんな時代ないですよ別に楽屋泥棒が華やかやった時代ないですよ。復帰できたのは事実で、あでそっから、まあ、別その時吉本に戻ろうとは思わなかったんですね。じゃあ戻る手立てが分からなかったのと、まあまあ確かになんていうか今更吉本さんってスターを求めるじゃないですか。確かに、だから細々やる感じではないですよね。私みたいな人間が今戻って、うん、お願い頭下げて戻れたとしても、うんうん、それはもうだから多分フリーの兆候の波が今ほどじゃないけど、うん、来てたんちゃいます。はははははは、うんうん、でだからフリーというかとにかく3年だけほんますぐ東京行ったらええという人も、うん、いたんですけど、はい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 、でいろんそしたらこの時ですよ、後 R1 でチャンピオンになるザコ師匠がね、うん、ザコ師匠にもちょっとだけ聞いてみた、はいはい、そしたら、うん、あの東京っていう場所は、うん、一番怖いのは孤独で、あの、うん、思ってるよりも仲良く、うん、大阪ほど仲良くなれるっていうのが、うん、その時間がかかるというかもちょっとそういうところがあると、うん、で孤独で潰される場合があるから、はいはいはい、まずその戻ったばかりやったら大阪でその月一こうネタをどんどん下ろしていくとかいうそのリハビリしてからの方がいいよみたいなことを言うてくれはって、いやめっちゃいいこと言うじゃないですか。そうもうキュンってなってもうキュン、うん、ジュンってなって、ジュンはダメです動画出てましたもんね、ザコ師匠のね、よう調べてくれはった、そうそう、それぐらいの時に聞いた、うん、ちょうど10年ぐらい前ってなってたかな、ザコ師匠の YouTube にね。そう だいぶ前ですね、だから、うん、で言う通りしようって、はあはあはあ、でその通り3年ぐらい、うん、そのこっちで、うん、元気いっぱいやったんですよ、だから、はい、あのこのままだから双極性言うたらいわゆる昔で言う躁うつ病で躁、うん、状態が3年続いた。あ、躁うつ病っていうのを今双極性ってそういう風に言うんですね。そうです、あ、はい、言い方が変わったんですね。変わったんです、うん、何でか知らんけど、うんうん、で躁状態、ただお医者さんはこれいつか鬱にがん来るないでこうずっと見てたらしいんです。うわあ、うん、ほんだら案の定3年ぐらい経って、うん、単独ライブするってなった前ぐらいに、うん、グーグーってきだしたんですよ。おらー、おー、どうしよう単独の前やのにってなって、とにかく単独終わった後結構そのレギュラーのなんか自分で開催してる寄せとかも結構あったんですけど、それすら行けなくなってしまうような感じになってしまって、お医者さんに言ったらなんかきっかけがあったわけではなくて、それはな記憶ではないですね、記憶ではない、まあ、なんかこうちょっとずつ積み重なったんですかね、そのお医者さんに言わしたら、うん、まあ、いわゆる躁うつやから躁がありゃ鬱がある、
みたいな。ああなるほど、もう当たり前みたいな。そんなもん当たり前やで言うて覚悟し合えて、うん、だから長いそうでしたね言われて、とうとう来ましたかって言われましたから、はい、まあそうやって言われた方が楽ですよね。楽、あそんなもんなんやって思ったんで、でただ悔しかったけど、まあしゃあないから全部一旦いろいろ休んで、うん、でその時だからお休みして、うん、おとなしいしてて、うわーってなって、まあ気づいたら藤井さんの YouTube えらい時が飛びましたね、うん、いや飛びはしましたけど、うん、その間にいつもそうなんですよ。タイミングで会談とか始めてるんですか。大コアっていうのが、うん、オチューンライブって松原谷氏のオチューンライブっていうネットテレビがかつてありまして、はいはい、それに用を出させてもらってたんですね、はいはいはい、こっちの大阪のネットテレビ、うん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 、でその中で怪談の賞レースを立ち上げはったんですよ。はい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 、はい、それが大コアで、はいはい、で目の前で戦ってはるじゃないですか、はいはい、わー言うて、うん、本気なって戦ってんの見たら、うん、闘争本能が刺激されまして、おーいいですね、うん、なんていうか、うん、え私戦わんでええのかなって思って、ああいいですね、いいですね、うん、でやってみたら案外水にあったというか、やってみておもろかった、うん、ああそれがきっかけで結構あなんか怖い話を表現するのが面白いな、うん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 、あとその時になって、うん、その時、うん、リアルタイムでは辛いだけやったかもしれへん、うんうんうん、閉鎖病棟での思い出とか、うん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 、閉鎖病棟で患者さんから聞いた怖い話とかがみるみる役立つような、うわーいいですね、はいよくそんな閉鎖病棟で話集めてましたね。いや暇やから娯楽ないんですよ。でラジオとかも持ち込み禁止やからね、刺激になるから。他の人と喋るのは許されてるんですね、いろいろ。あそうですね、でもそれもあんまりこうベタベタしすぎた感みたいになるから、うん、そのやっぱりね、うん、あの病人同士やから、はいはいはい、でもまあそれでも仲良くなって喋るじゃない、うん、ほんで暇で寝られへんってなったら、うん、なんか雰囲気的に階段になるんです、うん、ほんで、うん、なんでか私霊が見えるっていう人も結構ちらほらいたりとかして、ほう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 、でその時で私もなんかちょっとそこでこうなんか不思議なもん見たような気がしたりして、うん、それがまあ全て今ね生きてるっていうことですもんね。そうです、うんうん、私 もうやってそれまで怪談聞いたことなかった、怖いから聞いてなかったんですよ。好きが嫌いか言ったら好きなんですけど、はい、あのだから今でもたまにその太陽が出てる間だけしか怪談聞かへんみたいな感じに してますね。いやーわかりますわ。でもこうだから具合怪談とかして怪談の方で、あのまあ、うん、私の芸風を嫌いっていう人もあの、うん、いるんですけど、あそうですか、うん、まあ、いるんですけど、そこに対して反発心とかがあって、うん、またこうさらにギアを上げたりもできるぐらいの元気は、うん、あいいですね、はい、うん、私、うん、結構だから好戦的なんですよ、あのだから最初芸人になるきっかけも、うんうん、あそうですね、ちょっと好戦的じゃないですか。確かに確かに確かに、うん、気弱いくせに好戦的なんです、うん、じゃあやったろやないかい、うん、いやもうその戦う気力があるっていうのは素敵じゃないですか、うん、そうですね、うん、だから賞レースに何で出るんか言ったらヒリヒリしたいからです、うん、うわそうですよね結局ね。なんかうちの主治医によると、はい、何ですか、あこの病人はかな、あの、うん、ちょっとやる気がないぐらいでちょうどいいって言われました。ああ、それって切なくないですかって思ったんやけど、はい、最近わかりますわ、そのやる気がないっていう状態が多分起信号なんですよ。ああ、なるほどなるほどなるほど、ほうほうほう、なんかだからギリギリのラインで攻めていけって言うてはることやと思いました。なるほどね、アクセル踏んでグッといくと絶対にこう疲れが来るから、疲れが来る、下手したらね、あの、うん、崖からピュンって行っちゃうかもしれないから、やっちゃダメダメだ、その燃費よく行けってことですよね、燃費よく、うん、そうそう、チキンレースで言うたら手前で止まるようにしなさいと、うん、なるほどなるほど。
ここ数年はお元気なんでしょ。やっぱりこうグラ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 しますけど、 B1 とかにもね、うん、その結果はともかく出られたりとかもしましたし、うんうん、あとは最近は寄席とかにも出れるよう、うん、あ、ちっちゃい近い地下の寄席ですよ、はい、そのほんまそれこそめっちゃだから私の子供でもおかしくないなんか若手とかおって、いやもう我々もそうですよ、そんな同じに出てます。あ、マジですか。あ、もう本当、はい、はい、だからこの前その、うん、そんな年のいたいけな学生芸人さんを舞台でなんかネクタイとか外してこうブワーって服とか脱ぎ散らかさせようと したりしてすごい楽しかった、はい、どういう仕事をしてるんですか普段いやなんか知らんけど気づいたらその人バーって何してたんかな、うん、欲望の方のブレーキもほどほどでお願いしますいやでもなんか好き勝手してますね。いいじゃないですか。いやもう楽しいのがいいんですよ、はい、ちなみにあのこれ聞こうと思ったんですけど、はい、あの、はい、NSC 時代のチャンス大城のこと覚えてるんですか。覚えてますよ。へえー、うん、おひょひょの人ですよあ、やっぱみんなおひょひょの人って言うんや。あの頃若かったから若く美しく美少年やったんですよ、はい、大塩。美少年中3でしょ。マジですよ。お肌もツルツルやし、あ、まあまあね、うん、だから今の方がさ見た目は面白いですけど、はいはい、最後の会話も覚えてますわ。なんか、なんすか、うん、なんかね、あの千日前 の、うん、あの今はビッグカメラがあるあたりでめっちゃなんかめっちゃ短い半ズボン履いて、はい、足バーって出た、めっちゃなんか半ズボン履いてバーッ走ってきはって、はい、でレコード屋どっかにないですかって聞きはって、知らないですってそれが最後の会話。それが最後の会話。その後走り去る背中見てそれっきりって。そう、それはもちろん桜子さんのこと同期って知ってて聞いたんですよね。あ、そうです。聞いてくれたんやろうけど役に立てなかったあっちは覚えてないでしょうけどね。そうですね、チャンスさんは、うん、おもろいおもろい言われてましたよ。当時から、うん、あの私もおもろいって思ってましたし、あの時代はだからあいうえお順で単純に2クラスに分けて。なるほどなるほど、うんうん、あのおと E やから、うんうん、はい、うん、なるほど、うんうん、はい、本人曰くもうちょっとレベルが違いすぎてもう自信なくして1回やめたとか言うてましたけどね。私は何も考えてなかったですけど、うん、その時トントン拍子真っ最中やったから、うん、あんま考えてなかったまさかその後ゾコンアウトはね、うん、うん、いやまあ人生いろいろですね。いやでも今こうやって配信でお話できてよかったです。なんか他のゲストさんもよう言うてはるけど、はい、こんな話でええのって思うな。いやめちゃめちゃ面白かったです、はい、いやなんか、うん、なんかこんななんかこう滑らないエピソードとか言うてないでみたいな気になりますねこれ。はあ、やっぱ思うんですか。僕全く、いや毎回面白いと思ってるんですけど、他のゲストさんがいつも最後の方言うてはる、うん、そうですね、いいですね、こんな話でよかったって言いますよね確かに確かに、はい、いやいや十二分です、はい、ありがとうございました。凡庸な人生ですけど。全然凡庸じゃないですよ、うん、波乱万丈で楽しい人生送ってらっしゃるじゃないですか、うん、はい、あのおもろ、今はそうですね、落ち込むこともあるけれど、うん、私は元気ですよ。ああ最高です、はいあとね、YouTube やってらっしゃるんですよね、はい、桜子さんも。あ、そうなんです。で、この、概要欄のところにリンク貼ってますんで、皆さんよかったらチャンネル登録お願いします。そうですか、はい、今、はい、あのね、なかなか1000人はいかないですけど。もうちょい、今800何倍やから、もうちょいですよ。あ、そうなんですよ。あのね、はい、島田さんとことか、白谷さんのこと出させていただいたおかげで。はい、ね、階段コンテンツがなかなか伸びなくてね、私が階段で、うん、上げるの難しいから、うん、ただ、うん、そういうなんかラジオとかやってるののバックアップとかやってて、うん、こういうわけのわからん、うん、役に立たん雑談のやつは、うん、やつをいっぱい上げてるんでもしよかったら聞いてください。ぜひとも皆さんお願いします。チャンネルとお願いします3なの精神3級の3ですか。あでは本日のゲスト石野桜子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。